で頑張るって言って私仏教やってますから頑張るっていい意味になってますけど仏教的に言うと非常にまずい願を張るんですから堅くなに張るんですよね。何々張るっていう言葉で頑張るは今いい意味になってすごくいい意味になってますけども何々張るでいい意味ってありますか。威張るとかですね意地を張るとかですね突っ張る何々張るって全部こう押しのけて他力に乗るっていうことは張ったら他力に乗れないですよね。他力の発想に他力に身を任せるっていうことと全く逆のものが張る突っ張るとか自我を張って防御してっていうことですね。だから頑張る場合に普通頑張るっていうと自分が頑張って例えばスポーツ選手であれば頑張って一等になるそれは一つゲームですからそれはいいかもしれませんけども私たちが倫理の世界生きている中で頑張ってしまうとこれは自分が頑張るってことは他者を何ですかその落とし競争の世界になってきますから、そういう形で排除することになるわけです。基本的に頑張る、ですから、ね、仏教では願を張る堅くな態度を貫くっていうんですからそれしちゃいけないってことなんですね。ところがそれがいい意味になってきている。で私に言わせればその頑張るっていうのはある種の目標があって優勝するんだっていう目標に対して頑張るはまだ分かるんですね。だけどその結果っていうのは優勝するというそれだけの話だからつまり目的は有限なものです。これに受かるために頑張るですね。優勝するために頑張るでは目標が有限なんですね。その前にはまだ頑張るってなってるんですけども私たちが倫理の世界の中で例えば多分会社でもですねある種の業績を上げるために頑張るでも会社っていうのは社会に世界に開かれてますからそのことで環境破壊が起こるとかですねある種の貧困を招くとかですねそういうことっていろいろ全部世界がつながってますからただなるゲームでは済まないということになりますよね。ですから頑張るってのはこれ有限なものであってそこに無限性ってこう入ってこないところがそのでもう一つ似たような言葉で一生懸命頑張る一生懸命っていう言葉がありますね。一生懸命はですねちょっと違うんですね意味がね。なぜかっていうと一生懸命頑張るとどうなりますかっていう一生懸命でしょ命という意味が入ってますよね。つまり頑張って一生懸命やるとその一生懸命さはどこに戻ってくるかっていうと死んでもいいというつまり有限なものでなくてもっと自分の命を捧げてもいいものに対して一生懸命一生っていうのは場所なんですけどもこの場所の中にある種の有限なものであって無限なものをですね見ているっていうだから日本語の中ではだから一生懸命はまだいいしだからたくさんそういうのあるんで必死に頑張る頑張ると必死なんですね。だからそれは自分のエゴのためではなくて死んでもいいその価値があって頑張るわけですよね。だから真面目っていうのを間にしめたら死んじゃうんですけども真剣っていうと真剣にやると死んじゃいますでしょ真剣だから命がかかっているわけですよ。頑張るはそういうことでやっぱり他者を失ってだからそのもっとより大いなるものにですね自分の性をかけていくっていう場合にこういうのは宗教性だと私は呼ぶ後でまた定義しますけれどもで自分の命を超えたもの自分を生かしてくれている世界そこに対して自分の努力っていうのを投げていくっていうですねそういう見方が頑張るという発想の中にはないに対して普通ですねそれに似たような一生懸命だとか、ですね、必死だとか真剣真面目だとかですねそういう言葉の中には実